サクレブル、これは犯罪だ。あなたは言うまでもなく北方の出身ですね。なんだって？言わなくて結構。とにかくそのセンスはひどすぎます。私のサロンで服を見ていってください。では衣装棚に何があるか見せてくれ。喜んでお見せします。ありがとう。今はこれで十分だ。いつでもお越しください。すべては公爵の。怪物の新たな。遅いな。まあ驚くことでもないが。それほど服装のセンスがあるとは思いませんでした。あらあら、仮面までつけてくるとは。準備がいいですね。ただその仮面で入るわけにはいきません。ん？ザ・マンドラゴラのメンバーがつける仮面は少し異なるのです。私が持ってきたこれをつけなさい。なぜ仮面をつけるのです？ロマンチックで謎めいていると考えているのかしらね。というのは冗談で、こうすれば仮に貴族が出演者に罵声を浴びせても正体がわからないでしょ。そろそろ行くとしましょう。武器は収めておきなさい。さもないと入れてくれないでしょう。どうやってシントラ人を見つけるの？考えはあって。驚かせないことが肝心です。まずは連れのセシリアを探しましょう。その方が怪しまれない。彼女が見つかればすぐに奴も見つかるでしょう。我々が来ると知っていればなおさらです。どういう意味かしら。町で手下に出くわしました。私が誰かを理解していてのことです。確かに。ことは慎重に進めるとしましょう。さあ私たちの番よ。マダム、ムッシュ、ザ・マンドラゴラの夜会にお迎えできて格別に嬉しく存じます。今宵は我らがアーティストによるパフォーマンスにご注目されることを特にお勧めいたします。どんなパフォーマンスなんだ？今宵ザ・マンドラゴラは3つの形式で芸術を表現させていただきます。最初はセシリア・ベランテのコンサート。石に例えるならまるでダイヤモンドのような歌声を持つ歌い手です。残念ながらセシリア城は歌い終えてしまいましたが。残念。ぜひお聞きしたかったわ。幸運にもグレートカルスティのショーには間に合います。遥か遠くオフィルの地から来たイリュージョンの達人です。イリュージョンか、面白い。3人目のアーティストは？3人目と4人目は2人組の中弁ブラザーズで、パントマイムの最新作を披露いたします。セシリア・ベランテにぜひ会いたいんだが。
ファンの方とお見受けいたします。セシリア嬢と話す機会は十分に見つかるでしょう。この人混みで誰かを見つけるのは難しいでしょ。見つけるのを手伝ってくださる？今どこにいるかは分かりませんが、ヒントを差し上げます。聞こう。コビリのランをお探しください。というと？セシリア嬢の髪飾りです。それで簡単に彼女だと分かるでしょう。芸術家は聖堂のネズミくらい貧しいとダンディリオンがいつもぼやいていましたが。何も彼らがこの邸宅を所有しているわけではありませんよ。ここの所有者はオリアンナ。あそこバルコニーの黒いドレスの女性です。仮面をつけていませんね。無意味です。どうせ皆彼女だと分かりますから。コビリのランを探しましょう。セシリアがいればシントラ人もいるはず。さあゲラルト、恥ずかしがらないであなたのセンスを見せて。ペイントボールをカンバスに投げるの。召喚、こちらの男性が想像力を発揮しようとしています。あなたの現代美術はっきりしているわ。人類の罪について表現しているのよ。わかった、サンルトゥール川だな。ルートンじゃないわよ。これは魂を描いた作品よ。おい、シミにしか見えないがね。色を変えたかったら王家に行って新たなものを選ぶといい。考える時間をください。そちらの紳士の絵は精神的二元性を表しています。繰り返される善と悪との戦い、そして反抗心。確かにそれが彼ですね。善対悪、人間の二元性。反抗心も忘れなく。アブさん、芸術家が好む安酒ですな。気をつけて、かなり強いお酒ですよ。酒への耐性なら自信があります。魔術師を見て、呪文をかけているみたいですね。ああ、どうでしょうか。一番好きなワインはね、リビアのベラルト。やってみましょう。そういうものを信じるとは思いませんでした。なんと美しい。見て、ランタンよ。あれを放つと幸運が訪れるとか。イルカだなんて、波のイリュージョンではないですね。彼は真の芸術家よ。見事ですな。邪魔するな。シュ。この花で間違いない。当然だ。コビリのランは彼女の肌にちょうどいい陰影を生む。モデルに話がある。ほんの一分で済む。私に？じっとして。話してもいいが、頼むから動かないで。ほう、
見事な肖像画だ。このスタイル、このタッチ、ドリアン・ミレッセね。ご夫人、私のことをご存知で？あんなヘンリエッタ様が肖像画をご所望されたことがあるとか。ああ、一時は宮殿の侍従から手紙が届いたほどだが、悲しいかな、最終的に条件が拒まれた。何が問題だったの？私が裸体画しか描かないと分かると、すべての接触を断たれた。高潔なる公爵閣下にそのような提案などできないと言われて。昔から彼女を描きたかった。本当に残念だ。そうですね。また機会があるかもしれませんよ。君に会うのが目的で来た。私に会いに？でも、なぜ？知り合いのシントラ人貴族、彼について聞きたい。シントラ人貴族？ああ、私はセシリアじゃないわよ。ランで勘違いを。動くなと言っただろう。コンサートの最後にセシリアが観客に花を投げて私が受け取ったの。でもその貴族なら見たわ。ぜひ彼と話したい。どんな外見だ？ここのみんなと同じ長身で黒髪で仮面をつけて。今どこにいる？セシリアに小さな贈り物をしてた。ハート型の箱。それから二人で軽食の宅に向かったわ。失礼だが、マダム、ムッシュ、これじゃ仕事にならない。出て行ってくれ。ナプキンに書かれた。我が人生の空を覆うする日差しで、甘ったるいダサくなこと。誰かのビュートですね。ダンディリオンのものが見ています。彼のには傷があります。誰かが一度それで彼を殴りつけましたから。ハート型の履物、セシリアが置いていったようです。香水瓶が入っていたようですね。おそらくシントラ人からのプレゼント。まだ香りが残っている。追ってみましょう。だがもし彼が来なかったら？絶対に。すみません、入れるのはザ・マンドラゴラの芸術家だけです。来なさい。手段を考えなくては。そのお声は公爵閣下では？人違いをなさっているようね。宮殿で15年間お仕えしました。閣下、人違いなどいたしません。声が大きい。お忍びで来ました。国事のためです。わかりました、閣下。何をすれば？秘密を守ると信じていいんだろうな。もちろんです。墓に入るまで誰にも言いません。セシリア・ベランテを探してる。見たか？楽屋にいます。貴族と一緒に入るのを見ました。あの二人はどうも男女の仲のようですね。どんな男だ？長身で肩幅が広く、仮面から黒ひげが覗いていました。それと異国の訛りがありました。ゆっくりした喋りとでも言いましょうか。間違いないですね。楽屋へ行かなくては。早く。はい、閣下、お連れします。いや、残れ。逃げる者がいれば阻止するんだ。わかりました。急いで上よ。
セシリア、なんてことなの。脈がない、遅かった。男が喉を切ったのね。なんという。扉からは出ていませんね。見張りが気づくはず。まだここにいるかもしれません。犠牲者が増える前に見つけなさい。急いでオリアンナに警告してきます。夜会はこれでお開きにすべきね。別行動は。ゲラルト大丈夫よ。男を追いなさい。私は助けを呼びます。